対局開始。どうも皆さんこんにちは。袖飛車チャンネルです。今回も将棋ウォーズ3分切れ負けの実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。相手は三間飛車の4四銀型だな。相手が三間飛車できた時は、エルモ囲いに囲っていくよ。エルモ囲い。相手が6四歩をついてきたら、3五歩と仕掛けていくよ。相手が6四歩と突いた瞬間に仕掛けるのは、次に相手が3三歩とした時に、先手から3一角と打つ手があるからだよ。この角打ちも味がいいんだよな。この角の狙いは、飛車取りや、1一角成だけじゃなく、9九銀で馬を殺す狙いもあるよ。ここまでかなりいいペースで指してるな。ここら辺は、研究範囲だからな。この変化は、実戦でよく出てくるから、よく研究しておくといいよ。袖飛車対三間飛車では、こんな感じで、よく出てくる変化が何個かあるから、それを覚えるだけで、序盤で有利を取れたり、持ち時間の消費を抑えられるから、おすすめだよ。ここまでは互角の将棋だったけど、この手で袖飛車が有利になったな。袖飛車対策を知ってる振り飛車党は、かなり少ないから、有段者くらいまでなら、研究の変化になれば有利になりやすいよ。相手は持ち駒の銀を手放したから、さらに相手の攻めが難しくなってるよ。香を取られているから、少し端攻めが気になるくらいだな。こっちからもいきなり攻める手はないけれど、金を引かせて、竜と角道を通していけば、自然と有利が広がりそうだな。相手は飛車が使えてないのも痛そうだな。銀を引かせたことで、2二飛と受けにくくなってるよ。次に3四歩があるからな。ということで、桂馬を打って角の利きを消したな。相手は持ち駒を使い果たしたから、攻め手がなくなったな。持ち駒をあまり相手に渡さずに、9筋から反撃していくよ。1分30秒。桂馬が跳ねたから、9三の地点が弱くなったな。相手は8四歩と打つ歩がないのが辛いな。1分。
30秒。ここら辺は自分も時間がなくなってきて、手が雑になってるな。この終盤は編集でカットしときます。もう手遅れだけどな。20秒。最後は時間で勝ってしまったな。序盤の時間配分が生きたな。ということで対戦ありがとうございました。ということで本対局を振り返るよ。今日の最重要局面はここ。相手が6四歩と突いたところ、正解は3五歩でした。この仕掛けは品質だから覚えておこう。そしてこの場面、三間飛車側は4四角と3三歩が考えられるよ。今回は4四角の変化だったね。ここで7七角と打つのもポイントだったね。そして先ほどの局面、4四角に変えて3三歩だとどうなるかやってみるよ。こんな感じで馬が入って袖飛車指しやすそうだね。ということで今回は三間飛車の4四銀型について解説したよ。三間飛車は4四銀型の他に4四歩型のパターンもあるから、そちらの対策はまた次回以降の動画で説明できたらと思うよ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。